はい、今回はですね、皆様にお知らせがあります。まあ、私事にはなるんですけども、タイトルの通りですね、育児休業、いわゆる育休ですね、育休を取ることにいたしました。まあ2人目の子供が生まれるということで、1人目の時はですね、育休私自身は取らなかったんですけども、まあ、妻の方が1年ですかね、ちょうど1年ちょっとぐらい育休を取っていて、まあ、主に妻がね育児の方をしていたっていう、私の方は普通に仕事をやっていたっていう感じになります。まあ、共働きなので、妻の育休が終わった後は普通にね、協力しながら育児をしてきたような感じになります。で、今回ですね、思い切って育児休業申し出たんですけども、で、まあ会社の方はね、それをね無限に断るみたいなことは、まあ建前上できないような状態ではあるとは思うんですけども、一応職場の同僚の人たちはですね、まあ好意的にと言いますか、頑張って育児やってくださいということで、まあ内心ねどう思ってるかはわからないんですけども、育児頑張ってねっていうことで言ってくれているような状況です。で、まあなんでね、育児休業を取得したかって言いますと、まず一つはですね、もう我々自体が高齢出産にあたる、我々というか、まあ妻の年齢的に高齢出産であるっていうことと、まあそれと似てるんですけども、両親がですね、まあ遠方に住んでいて、しかももう高齢で、とてもね、育児を手伝えるような状況ではないっていうのが一つあります。で、もう一つは、そうですね、まあ、一人目のこの時に育休取得しなかったことで、子どもの成長っていうのは本当にスピードが速くてですね、もちろん育休を取ってなかったからといって何にもやってなかったわけではないんですけども、やっぱそういう本当の赤ちゃんしている時っていうのは本当に一瞬で過ぎていってしまいます。本当ね、日々成長するような感じなので、まあ親としてですね、もうちょっと、身近に接してあげられたらいいなという気持ちがありまして、まあ、今回はもう約1年ぐらいですね、非常に男性の育休で1年っていうのは珍しいといえば珍しいのかもしれませんが、まあ、ご時世的にはね、男性の育児休業っていうものを推奨し始めているような状況で、まあ、実際に同じ会社でも取っている人がいるっていう情報もあったので、まあ、思い切って、まあ、とりあえず1年ということで申請取得を考えています。まあ、期間についてはね、まあ、場合によって短くしたりとかできるっていうことなので、まあ、実際にどうなるかは分かりませんが、とりあえず1年間育児休業を取得しようと思います。で、まあね、1人目から2人目っていうことで、今回は非常に期間が空いています。今回はというか、もうね、上の子は、小学生になってますんで、実際ですね、もうそういう乳児幼児のね育児っていうものを忘れかけてるような感じでありますので、まあ、その辺もね、また一から
パパ頑張ろうかなと思います。でその1人目とね2人目のその出産に関する違いとしてはやっぱりコロナというのがあると思います。まあ、5類に、格が下がったといいますか変わったとはいえですね、やっぱりですねリスクがあるはあるのでその出産に立ち会うことができません。まあ、厳密に言えば出産に立ち会うことはできるんですけどもその1ヶ月ぐらいの行動履歴とか体温とかあとはワクチン接種の証明みたいなものを提出すれば、一応ね面会といいますか立ち会いはできるっていうことなんですけども、まあ、一応1名までっていう今言ってる産婦人科はまあ1人だったらいいですよっていう感じなので、まあ、それだとねその上の子が、面会できないっていうこともあって、まあ、実質ですね出産に立ち会うことができないっていう今回はね非常に残念なんですけどまあ夫の立場から言うとね、まあ、少しでも力になりたいっていうのはあるんですけども立ち会えないでその実際ね出産をする女性の立場からするとね、まあ2回目なんである程度なんとなくねこういう段取りっていうのは分かってるとは思うんですけどもこれがねもし初産の人だったとしたらね非常に心細いんじゃないかなって思いますね。この本当コロナ禍の出産っていうのは非常に大変なのかなって思っております。そのね出産に立ち会えないっていうことで、もちろんね迎え入れる準備っていうのはもう進めていていろんなベビーベッドだったりねおむつだったり粉ミルクだったりとか哺乳瓶とかねそういうグッズについてはねもうほぼほぼなんとなく揃えたような感じではあるんですけどもまあ妻もいないし見に行くこともできないっていう状況なのでなんかねちょっと、嵐の前の静けさではないですけどちょっとねこれから迎え入れるのにあたってその出産に立ち会えないっていうジレンマがちょっとねあります。もうこればっかりはしょうがないんですけども、まあ、少しずつね今後はそのコロナに関する感染症とかねそういうのも徐々にね緩和されていくとは思うんですけども実際2023年のこの春の段階ではまだまだそういう状況が続いてます。もちろんね病院によるとは思うんですけどもはいそういう感じですね。はいで私にとってはですねまあ乳児からの育児っていうのは2回目の育児になるわけなんですけどもまあ先ほども少しお話ししたんですが結構ねもう忘れてます。どんな感じだったかってねその上の子も急に大きくなるわけではないので少しずつ少しずつ毎日毎日大きくなっていくのでまあまだね小学校低学年なのでね抱っことかもするわけですよ。もう20キロとか超えてるんですけど抱っことかしますけどそのサイズ感とかね1日1週間2週間で一気に大きくなったわけじゃないのでもうこういうサイズかっていう感じでね少しずつ慣れてきてるところをまた新しくね赤ちゃんが来たらもう全然多分抱き抱え方も全然違うと思うんでもちろん最初はね首も座ってないとかねそういうのもありますしだからまあ2回目の育児と言いつつも本当もう初心者パパみたいな感じになります。でまあおもちゃはある程度ね捨てたものももちろんありますけど残ってるものもあります。ただ服
とかね、哺乳瓶とかそっち系っていうものはもう上の子が小学生になっちゃうとどうしてもね、そのもう捨てちゃいますね。もう服とかも全部捨てちゃって、哺乳瓶とかもないですし、こういう年が離れた兄弟っていうのは多分そういう状況が多いんじゃないかなと思います。で、まあそのね、1回目の育児の時に思ったのは、本当ね、その最初の成長スピードってすごい早いんで、1年1歳2歳3歳ってね、本当年を追うごとにどんどん大きくなっていくんで、まあ服をね、まあおそらくその誕生した子にいろんな服着てほしいからって服たくさん買うと思うんですけども、もうすぐ着れなくなっちゃうわけなんですよね。なんとなくね、そのそういうのは覚えてるんで、まあ生まれてくる子には大変申し訳ないけど、まあ、服はね、ほんと最低限でいいのかなって思ってますね。赤ちゃんなんてね、厚着する必要もないと思うんで、逆になんかね、厚着させちゃうとなんか暑すぎて汗かいちゃっていろいろな問題が起きちゃうような気がするんで、だから、まあ、ちょうど甥っ子がね、年齢の近い甥っ子がいて、もう2歳3歳とかなんのかな、でその子が使ってた服がまだね、その捨てずに取ってあったっていうことで、そういうのをもらいつつ、あとはもちろんね、新しく買ったりもするんですけども、まあ服に関しては本当そういう再利用だったり、そういうのを利用するのがいいのかなと思ってます。まあ服しかり、いろんなものですね。一応ベビーカーはね、もう万が一に備えて取って置いてあるんで、ベビーカーはそのまま使えるんでよかったなと思ったんですけど、はい、まあ、その辺のグッズについては、まあ、暇な時に撮影でもしようかなと思ってます。で、まあ最後、まあ育児休業含めなんですけども、まあ父親になること、まあもしくは妻からすれば夫としての役割なんですけども、まあこればっかりはね、男性はこれをやって、女性はこれをやってっていうものではないと思うんで、まあ家族で協力しながら育児をしていくっていうのがあるべき姿なのかなと思いますし、まあ赤ちゃんって何を考えてるかわからないので、いろんなことが起こりますし、なんで泣いてるかもわからないことなんていくらでもあると思いますし、なんか知んないけど体調崩しちゃったり熱が出ちゃったりっていうのはもう多分日常茶飯事だと思うので、もう最初から完璧っていうものを目指すつもりはありません。まあいろいろね、試行錯誤をしながら子供と一緒に成長したいなと、その成長を見守っていきたいなって思ってます。まあ役割っていうとね、まあ自分ができること、まあ妻ができること、まあ、それぞれやっていく必要があるのかなと思います。まあ、幸いうちの家庭の場合は、まあ、家事ということにおいては、料理については妻の方で普段やってもらっていて、あとお風呂も妻の方でやってもらってる感じですね。その他、まあ、掃除だったり洗濯だったりゴミ出しとかね、まあ、トイレ掃除とか、なんだ、庭の掃除とかね、あと消耗品を取り替えたり買ったりとか補充したりとか、そういうのはもともと私自分の方でやってますので、まあ、それは引き続きやりつつ、まあ料理の手伝いだったり赤ちゃんのお世話だったり、そういうのを
協力できればいいのかなと思ってます。まあ、どうしても父親よりも母親の方が産後精神的にね、体力的にももちろんそうなんですけど、精神的にも結構弱ってしまうタイミングっていうのがどうしてもあると思うので、その時に、なんだろうな、その時に2人してダウンしないように、別にね、その気持ちがめいっちゃうのはしょうがないと思うので、めいっちゃったら休めばいいだけだと思うので、無理にね我慢して気を張る必要はないのかなと思うので、その時同じタイミングでそうならないようにうまくバランスを取ればいいのかなと思ってます。うん、だからまあなんだろうな、上の子もいますけど、2人子供に子供が2人いる状態になっちゃうけども、まあそうだな、自分が思うには、まあ、妻に自由な時間を与えるっていうんですかね、もう育児のことは何も考えない時間を与えてあげるっていうのがいいんじゃないかなと。逆の立場だったらそうかなとか自分では思ったりするんですけどもね、まあ、それはもう人によってだとは思うんですが、まあその辺も家族で考えながら、もう一つは自分が今思ってるのは、新しく生まれてきた子供を育児するんだっていう気持ちがどうしても強くなると思うんですが、まあその時に上の子ですね、もう小学生とはいえまだまだね未熟な子供ですんで、その時にそういう時だからこそ上の子の面倒もしっかり見ようかなと思ってます。本当ね、共働きだと毎日がバタバタで、もう宿題とかあるじゃないですか、宿題とか次の日の準備とかね、いろいろで、学校からいろんなプリントが配られて、いろんな指示がねその中に散りばめられていて、それを読み解きながら、まあいついつ相談があったりとかね、いついつ授業参観があったりとか、引き渡し訓練があったりとか、そういうのがあるんで、ほんとね、そこら辺の上の子のケアっていうものを今まで以上に時間取れると思うので、やっていきたいなと思います。まあこのね育児休業制度っていうのをね、まあ、せっかく活用できるので、もうそれはもうなんだろうな、前向きにやっていこうかなと思ってます。まあまだまだね、休んでるだけじゃなんじゃないのみたいなね、そう思われがちなところはあると思うんですけども、まあ、そういうイメージを少しでもね変えられるように、もう本当に積極的に育児に関わって、まあ、家族がいい関係であり続ければいいのかなと思いますんで、うん、育児はめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、本当に子供の成長、1年間育児休業を取るって言いましたけど、多分1年ってあっという間で、育児休業がじゃあ終わったから育児が終わるのかって言ったらそういうわけでもないし、まあ今制度上はね、子供が生まれてから1歳とか2歳までっていうのがこの育児休業っていう期間だと思うんですけども、2歳になったから終わりっていうものでもないですし、2歳3歳4歳5歳6歳ってね、もうほんとその時々でいろんなことが必要になってくると思いますし、まあなんならそういう節目っていうんですか、保育園を卒園して小学校に入学するとか、そういうタイミングってもう子供もね本当心にストレスを抱えちゃう時期だったり、そういうのもあると思うんで、そういう時こそなんだろうな、制度的に
ちょっとねお休みを取れるような制度みたいのがあるといいんじゃないかなって個人的には思ってます。もちろんね0歳1歳っていうのが本当まず取っかかりとして大事っていうのは分かるんですけども、それ以外の時期も大事な時期っていうのはずっと継続的に続いていくものなので、何かねそういうまあそれはね普通の年休で取ればいいんでしょうけどね、うん、まあそれはまだまだ先の話だとは思うんですけど、まあ、そもそもね男性の育児休業の目標を 30% とかそういう目標ですもんね。目標が 30% ってことはもう実際は全然低いっていうことですよね。例えば 10% だとしたらもう10人に1人しか育児休業を取らないっていうそういうことになっちゃうと思いますし、まあ、じゃあ何日休んだんだっていう話にもなると思うんですよね。 30% が育児休業を取ったっつっても1週間2週間取っただけですっていう人が大半であったら、多分それって1週間2週間で何が変わるんですかって思っちゃうんですけどね。 もちろん取らないよりは取った方がいいと思うんですけど、まあ、そういう期間的なものも検討してもらえるとねいいのかなと思います。まあ、今後家族が新しく増えてですね、まあ、育児休業ということで時間に縛られる生活ではなくなるので、自由度自体は少しね増す部分があるのかなと思いますんで、まあ、いろんなことに挑戦しながら育児をとにかくね楽しみたいと思います。はい、ちょっとまとまりがなくて申し訳ありませんが、私育児休業を約1年間ほど取らせていただきますという報告でございました。はい、今後はほんとごっちゃ混ぜの、チャンネルになってますんで、育児に関わる、動画ももちろん投稿していこうかなと思っております。はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。